そっか、これで今までの全ての謎が解けた感じですかね。雑談は増えてないですもんね。うん、じゃあまあちょっとシリアスな場面ですけど、インターミッションやりましょう。さあ、まあミッションは2つともクリア、あ、2つはクリアできてないか、1つしかクリアしないですね。なので、もう何か増えたかな。スクラップ生成器マーク2、さらに 1.3 倍、 1.3×1.3 で 1.69 倍ってことね。はい、緊急回復装置 EAD 発動時にヘルスを全回復させる。落下して EAD が発動した時にヘルスが全回復するようになるわ。倫理的にはともかくすごく有用な装備よ。倫理的にはってそんなこと言っちゃっていいのかな。まあ倫理的には問題あるよね。あとは細胞修復ナノポット注入レベル2、これはレベル1があるのでレベル2で強化した感じですかね。はい、てなわけですけど、さてどうしようか。ちょっと次が怖いけどやるかな、せっかくだから一緒にやっちゃおうか。じゃあちょっと最後の強化になるかもしれませんけど、やってみましょうか。どうしようかな。なんやかんやで動きづらかったり、冷却系ちょっと強化したいな。これを使っ、これ開発して、これも入れますか。カックフィムを入れちゃいましょう。ちょっと待って、エネルギーセルいくつか作りますか。1、2、3、何まで当てようかな。全部ブースターに回しますか。じゃあ行きますか。ファイナルエリア。もうここまで来た、もうやるしかないですね。ちょっと待って、ちょっとなんやかんやでここまで来ましたもんね。じゃあ行きましょう、覚悟を決めて。ファイナルエリア。雨が止んだだと。わさびが中枢へ至ったことで木が全てのリソースを自衛と振り分けたのだろう。いよいよ大詰めだっていうことですね。クロウ、あの子のことは頼みましたよ。ぬう、なんということだ。このまま解決しなければいいのに。わさびをいっそ失敗してもいいんだ。我々はずっとここで暮らしていけば、暮らし続ければ。隊長、行きませんよ、クロウ。あなたもコーンさんも、あの子も、もっと広い宇宙で生きてください。そうだぞ。生きてりゃ楽しいことなんていくらでもあるんだ。さあ、お前の今すべきことは何だ。ああ、わさびを全力でサポートする。コーン、頼むぞ。ラジャー。こちらわさび、最終エリアに到達しました。これより木の中枢破壊に向かいます。システムオールグリーン。木の頂上はもうすぐそこよ。
中枢に至れば猛烈な抵抗が予想される。気をつけるんだぞ。でもここまでこらえたんだもの、きっと大丈夫。行け、わさび。これよりオペレーション第2タワーの最終段階へと移行する。ラジャー。マジか。おお、え、キューの中枢は4つのビットで分散処理です。お、しっかりと全て破壊する。は？おおおお、なるほど、そういうことか。え、スクロールが止まりましたけど、おおおおおお、ま、マジで？マジで？な、なん、何このデベータが、待てよ。ちょっと待って、無数じゃこれ。はーい。なに、やべ、おお、ちょま、なに、やばい。むずいこれ。ここに色ってことなんだ。そっちを待ってー。あ、でもヘルス回復の要因はあるのか。ちょっと待って。そしてちょっと敵が出すぎて処理落ちが。いや、待て。あら。っていうか、むずいんだけど、これなんだ。出撃ご苦労。今回はなんだ、脚部損傷で死にましたね。お疲れ様。ここは同じかな。これ同じか。今回はダメだったか。壁は高く厚い。だがわさびなら必ずやり遂げられると信じているぞ。何このざっくりしたまとめ方。っていうかむずいぞ普通にこれ。さてどうしよう。まあ多分今の状況を考えたらもう冷却系はやんなくていいと思うので、冷却の全部スクラップを全部還元しましょうか。これもいらないな。それで12000あるね。それ踏まえてこれとこれ作っとけばいいかな。まあぶっちゃけ他のところでスクラップ取るのでもいいんですけど、まあこれやってみてダメだったらちょっと強化っていうかスクラップを貯めていきますか。